やハローどうもこんばんは、アニメリアクション君ことマジ大道芸人ハマーです。現在2023年の、10月13日金曜日午前3時半ちょうどですね。はい、先ほど、ドクターストーンの2期の12話、そして、術回戦2期の12話、そして今お嬢と板金くん3話ですね、見置いて、全てもう一回見ながら感想をあらすじ書き終えましたんで、はい、今録画終わりました。神選び god.app にはですね、また画面広角しながらチャプターをつけていったんで、タイマー頑張って合わせていきます。はい、なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告書いてきます。申し訳ないんですが、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後に、リアクションを確認していただくってことでお願いいたします。じゃあいきます、3、2、1スタート。はい、こちら初めて買いました。ボスのブラック2リットル入りです。うまいなこれ、ブラック史上一番うまいかもしれない。こいつ何だっけ、ラルやったっけ。ちょっとホームページ開いとこう。神選び、なんかほのかにザクンとなんかサクッサって消えたもんな。あ、キャラクターめっちゃおる。見たらネタバレするよねこれ。もう何やこいつは。消えた。え？わ。何が始まった？あ、これが、黒星なんとかだかな。スクラップ&ビルド。よし、OK。 はい、ではいきます。 A パート短いです。3、2、1スタート。あいつが強いとか弱いとか、 A パート5分もないねんな。
バチバチいじめられてるやん、これ。ほう。神候補ね。飽きつか。机なんかゴミだらけやん。そうやな、変わってないね。秋津もしかして神候補？すいません、もうキャラ変わって思ってるもんね。愚者の聖典やったっけか。あ、そう、前回の振り返りするの忘れてた。同盟、あ、そうなんや。え、ラルやったっけ？ラルやね、これ。あ、ガスマスク？秋津か。秋津もやっぱ候補か。やっぱりかい。ああ、やっぱりかい。よし。はい、いきます。3、あ、ビーバート、3、2、1、スタート。そうか、やっぱね、
なんで正座してんの。明智の願いは言うていいんかい。それ分かんのかよ。シャニクサイ、あ、この字で追ってたんや。愚者の聖典、あ、聖典ってあんな字なんや。蓋ないよか、あれ。あ、なるほどね。D?カスマスクやろう。来た。そうか、お互いの位置わかんのね、これ。エントロビーマスク、さっきのやつやな。え、反対からも挟まれた。結界の入り口？言ってたな。だとおりに。あ、出てきた、出てきた、肉。結構ええ肉やな。消火器ぶちまける？
また来た。結界じゃないやろな。5秒後が見えた。おお。そら結構な高さ落ちたろこれ。何これ、美術室じゃないな、理科室。結界空間。まさかのスクイーカーの音が。空き巣はでも5秒先見えるだけってことはどうなのそれ。爆炎めぐみんやな。これ使い魔的な。スペースデブリ。だから愚者の聖典使うと不幸になるわけね。どうも生涯独身です。愚者の聖典使うととりあえず不幸になるという解釈でいいんかな。あ、空気を弾くってことは、そうか、息もできへんのか。
落とすの？え、めちゃめちゃ強い。なんでランク D なんこれ。おお。最後のイダチッペみたいなもんか。ランクトリプル A になった。はあ、どういうことやほんまに。今さっきと因果ってどういう意味？因果、因果とは関係、原因と結果か。はい、再生が終わりました。こうやって多分22分55秒なんかな。これ CM が3分半あるんだよね。だからちょっとエンディングとともに停止になってしまう。はい、まあまずはそのあれ、何あれ、愚者の聖典はちょっといまいち理解できておりません。前回その愚者の聖典でほのかをまあやったわけやけども、さらに生き返らしたのも愚者の聖典、ちょっとそこがよう分かってません。因果を曲げたってことは、原因と結果やから、ほのかをまあ殺めたという結果をねじ曲げた、生き返らしたということで、それによって不幸が訪れたということかな。だから生き返らせへんかったら、ちょっとその辺がよう分からへんな。うん。でまあまあとりあえず不幸な人生になった中で、ガスマスク野郎が急に襲ってきて、全く関係のない女子生徒が一人まあ殺されてしまったということだよね。でそっからまあ秋津だけはなぜかいじめに参加してない。まあこれ多分参加者やろうなと思ったけども、参加者じゃ候補者ね、神ので、まあ、ほのかはほのかで、ちょっともう愚者の聖典が強すぎるからってことで、一度同盟を結んでっていうことを頼んできた。それを秋津が聞いてた。で、秋津は二人が候補者だとは知らずに普通に話しかけてきたってことだよね。やけど、ちゃんとアプリが入ってて、候補者が近づいてきたら、近づいてきたらというか、位置関係がもう分かんのかな、どこにいようが。能力も分かると。故に、前回ほのかは、五郎が候補者やと分かって襲ってきたってことね。ほんで、そこに秋津も来て、まあ
何能力にはランクがあると。で、アキツは5秒未来が見える。あれね、ルーデウスの魔眼みたいなもんね。魔眼は2秒やけど、無色転生のね。まあ、ほんでもって、まあ、ガスマスクを襲ってきたけれども、まあ、なんとか、まあ、五郎が愚者の聖典を使って倒した。ちょっと愚者の聖典がいまいちよくわからんな。これなんか載ってないかな。アビリティ愚者の聖典。あ、また説明書いてへんわ。ちゃんとこれ、あ、またあれかな。ホームページにも追加されていくんかな。うん、ちょっとまあようわからんけど、とりあえず愚者の聖典使ったら不幸になるっていうことでええんかな。ね、一生彼女できひん独身かもみたいなやつだけど。で、まあまあなんとか倒したけれども、何、空気を全部弾くようにしたって言ったかな。だから愚者の聖典っていうのは どういう能力なん。ラルが言ったことが、ちょっとわからへんな。ちょっとまだ理解できておりません。もしなんとなく、解説していただける方であればぜひよろしくお願いします。で、まあ最終的にはまあ倒れて終わったけども、ほのかは一体ね、なんか分かったかな、あれ、トリプル A になったことで何者なのってね言ってたけど、うん、ちょっと自分はあまり理解できておりません。ただ面白いです。こういうの好きです。はい、以上、神選びゴッド .app の2話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、じゃあここからは1分で自己紹介します。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない最弱で、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますけども、現在コロナの影響で約3年8ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか生き抜いてます。そんな自分の本業を知って、そして応援をしていただきたいってことで、説明文にあります URL をクリックしていただいて、できたらチャンネル登録をお願いします。はい、そして深田恭子さんと出たこの CM ですね、この URL も貼ってますんで、まだ見てない方はぜひ見てみてください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートして、今日で1296日目、長いですね。ただこのチャンネルもっと長い、2009年の4月25日から、パフォーマーとしてのね、チャンネルで使ってましたけれども、コロナになってアニメのリアクションを始めて、残念ながら2021年8月18日までの推定2000本以上のリアクションの動画、自らに出て削除させられる、そんな地獄を味わいましたけども、それを乗り越えて、もうアニメのリアクションやめた言いながらもですね、ずっと、辛い状況続いてますけども、気合と根性だけで続けています。何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアクション人ことマジラジョギニハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。